NGC4319 は、流座方向に7700万光年の位置にある、正面向きの棒渦巻き銀河である。形態的には、スパブに分類され、内観構造に棒渦巻きと中高程度に巻きついた腕を持つ。NGC4291 及び NGC4386 の物理的近傍に存在し、 NGC4319 と NGC4291 の狭間からの X 線放射から、これら二つが相互作用銀河である可能性が示唆されている。NGC4319 は天の川銀河に比べてイオン化水素の比率が非常に高い。1971年、アメリカ人天文学者ホルトン・アープが、 NGC4319 とこれに比べて極めて高い赤型変異を示すクエーサーであるマルカリオン205との間の物理的係のようなものを発見した。アープはマルカリオン205はたまたま背景にある天体ではなくこの銀河の銀河核から出されたものである可能性を主張した。二つの天体間の目に見える光による係の発見は その赤方変異の違いに対する説明について、天文学会に激しい論争を引き起こした。この論争は、ハップル宇宙望遠鏡が、マルカリオン205からの光が NGC4319 の円盤及び銀河ハローを通って地球まで到達していることを示し、マルカリオン205が NGC4319 の背後にあり、より遠くに存在することを明らかにしたことにより、 実質的に収束した。ありがとうございます。